はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストでシンガーソングライターの竹下でございます。6月22日土曜日、大人クラブの時間でございます。今日のお題はですね、自分のやってきたことを間違いだと思うのは愚かなことであるでございます。はい、というのを今日の帰り道に思ったんですね。まあ、なんか何度もね痛みを咀嚼するようですが、まあ、長年ね売れないわけですよ楽曲がでね、今日帰りの電車の中でね、やってきたこと間違いかなと思っちゃったんですよね。で、あの日あの時あのオファーを断っていなければ、今この帰りの電車の中でね、ギターを背負ってはーって思わないでねいられたんじゃないかと思ったんですけど、でもね、ああ今日一日を振り返ってみて、素晴らしい生徒さん、まあ、今あの、ご存知ない方に申し上げると、横浜にございますシアミュージックというね学校でギターの講師もさせていただいております。はいはい、すいませんそうなんですよ、だからスタジオに行くのも遅いんですけど、はい、でなんかね、なんだろう、すごく皆さんきちっとされてるんですよね。それで私は申し訳なくなるぐらい皆さんきちっとしてらっしゃる。きちっと練習するし、きちっと学ばれてるんですね。でね、これでよかったんだなってなんか思いました。はい、帰り際に生徒さんがね笑顔で、いや楽しかったですとかね、まあ全部が全部楽しかったかっていうと、そのうまくいかなかった部分当然あると思うんですよ。思ったようにいかなかった部分ね、それはその私の教え方に問題があるのかね、まあ勉強してきてしていきたいなと思うんですが、本当にね、こんな私にね、を選んでくださった生徒さんに本当に心からお礼申し上げます。正直言うとすごく嬉しいですね。なんだかね理屈っぽいし一応僕の中ではね順序立てて、そのギターを学ぶ上で、近道ってないんですけど、そのいわゆるそのなんでしょう、私自身が初心者だった時代ってもう忘れちゃってるんです。あまり子供の頃からやってるからね、わからないんですが、こうやってこうやってこうやってやれば、その何を表現したいのかっていうことを表現できるちょっと言い方難しいんですけど、いろんなタイプの方いらっしゃるね。すごく器用で、どん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 先へ行く、しかしそこに後から重みをつけていくタイプね。技術はどんどん向上していくんだけども、まだそこにその音としての重みがない、それ音楽になってるかどうかっていう問題なんですよ。すごく難しいんですけど、じゃあすごく、素晴らしい技術を持ったねクラシックギタリストが存在したとします。その人がこうバラララララって弾いてふーんっていう瞬間あるんですよね、だから何っていうね。それよりもですね、例えば晩年のホロビッツのね、まあピアニストですね、演奏とか、あとはそのよくこの状態で人前で演奏できたなっていうね、満身創痍、
な状態で演奏されると、もうそれだけで心がこうジーンとくるんですよね。ああ音楽だなって、今の瞬間を表現してるなっていうね、そういうもんだと思います。あの上手いか下手じゃないんですよね、音楽って。あの上手いからたくさんのことが表現できるか、そういうことじゃなくて、不器用だからこそ表現できることってあるんですよね。なので、私は何を伝えたいかというと、あの技術はあるに越したことはないんです。で技術って練習すれば簡単に習得できるものなんですよ。ただやればいいだけの話なんです。なんですが、難しいのはそれが音楽になるかどうか、ね、音楽になるかどうか、音楽になる瞬間、心が踊る、体が動く、そういう瞬間が来るかどうかなんですね。そういうのってこう小手先のこうペン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 っていうものではできないものなんです。もっと心の奥の底からね、悲しんだり苦しんだり、そういうものから出てくるものであって、たかだかアルペジオでも、アルペジオ分散和音でもね、その苦しんで苦しんで苦しんで苦しんだ分散和音には、そこにはすごく美しい旋律があるわけです。ただただ小手先でね、ブルルルブルルブルルブルって、そんなものはシーケンサーにやらせる。シーケンサーってのはプログラム上ね、ブルルルってものをやらせればいいのだって、そうではなく、なぜ人間が弾く必要があるのか、そこですよね。偉大な音楽家がこう言いました。音楽には2種類しかない、ジャンルなど存在しない、いい音楽と悪い音楽だ。すごい言葉ですよね。私もそう思います。これグッドミュージックはバッドミュージックって、そうなんですね。音楽か音楽じゃないか、ね、音が鳴っているだけなのか、それとも音楽なのか、これすっごく重要なことです。皆さんね、ギターはすごく楽しいです。ぜひ音楽になるように奏でてください。はい。で、自分も思いました。改めてね。はい。というわけで、今日のお話は、皆さんね、会社を起こしたり、会社の社員になったりしてね、あの日、あの時、あの瞬間、ああしていればよかったんじゃないかと思うことはね、愚かなことだと思います。今が幸せなんだと思いますよ。だって今生きてるんだから、そういうもんだと思います。少なくともですね、私はそう思うようにしようって今日帰りの道バナナを食べながらですね思いました。はい、間違ってなかったとね、今の道でよかったんだと思いました。というわけで、そうやって自分を肯定しながら生きていかないと人生楽しめないじゃないですか。人生楽しくいきましょう。というわけで、スタジオリバーサイドからシンガーソングライターでギタリストの竹下剛をお送りいたしました。 See you next time です。それではまた明日